え、もしかして今から全部残り3つあるけど、残り3つ探していく感じ。うん、これがさエネルギーをさっきの場所まで運んでいたみたい。これをもっとたくさん起動してエネルギーを活化状態にできれば、もしかしたらあのファンを壊せるかも。なるほどね、試してみる価値はあるよ。確かにそうかもしれない。残りも全部起動させよう。あ、なんか危なそう。危ない危ない危ない。これ良くないですね。でもそんなに難しくはない。おお、あー難しかったです。そのまんまなわけないんだよなーって感じでしたよ。そのまんま進むわけないじゃんっていう、びっくりした。この後よし、いけ。うわ、いっぱいいる。危ない。同士打ちとかできないのかな。2体もいる。まあ1回攻撃したら離れる。これをこれに消してれば OK だ。じゃじゃじゃん、ピチャー。よっ、ダブルキル。ダブルキルしちゃいけないんだ。調子に乗った。よっ、体力ちょっとしかないのだ。よっ、ダブルキルしたらそれ誰が引くんだって話ですもんね。 OK。 背中に当たってもちょっとダメージあるな。それ引っ張ってください。よいしょ。でそしたら無情な頭もぎ。 OK。 あれ、もう一つすぐ見つかった。めちゃくちゃすぐ見つかりました。1個目が結構大変だったのに。まあでもいいテンポですね。これこのまま下降りたらいいのかな。はーい。あ、左側が空いてる。つまり結構すぐ見つかるのか、この後も。よっ、なんか難しそうで全然難しくないエリアだった今のところ。はい、映像パターンでーす。何が見えるのかな。なんか眉みたいなのがあるけど、大地の母デュラか、デュラの子供、子供なのか。うわ、出た。いや、デュラじゃない。じゃあ何なんだ。デュラ消えた。大地の母消えた。大地の母のことをデュラって呼んでるんだ。わ、やばい、壊れてる。空の人、デュラ怪物にした。憎い、空の人。憎い憎い憎い。あら、空の人って人間のこと言ってるんだと思うんですけど、なんだろうな、なんか実験しちゃったのかな。あ、やば、頭もぎっちゃった。中の生物は一体何なんだろう。デュラじゃない、デュラの子供じゃない何かですね。この人は少なくともデュラの子供だと思ってたみたいだから。よっ、オッケー。よいしょ、ダッシュでオッケー。お、分身パターンだな。でもこれ分身、え、分身どこにいんの。上にいる。うん、とりあえず分かんないな。どういう、そこ開けていく。え、なるほど。ちょっと待ってよ、一番右はどこで開くんだ。じゃあ一番左か。とりあえずこのブロックは壊していかなきゃいけないと思うけど、でこの状態で動かそう。でこっち戻って、まあこれやっていくしかないですよね。これこうやって、よいしょ。はい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 。で最終的にまあそこのスイッチ、これリンク切れると困るのか。大丈夫か、リンク切れたら分身死ぬとかだったらちょっと大変だなと思ったけど、そうでもない。と思ったらやばい、人食い魚がいる下に、ピラニアみたいなやつ。よし、いけいけいけ。でボタン最後のやつを押して OK。 楽しい。で起動したところをアタック、押し込み。ということで3つ目のスイッチもオンにしました。うん、そしたらドアが開きました。いいね、残るは1つ。うん、割と近くてよかったよ。これはなんかやばそうな機械だけど、よいしょ、早く早く。どうだろうな、まあ左に触れた時に行くのが一番良さそうだけどな。
よいしょ。これもしかしてこの後もある感じ？うん、なんか振り子みたいなやつがありますね、この仕組み。もうちょっと振った方がいいかな。よっ、ついていこう。あー惜しい。やってることは多分合ってるけど、やってることは多分合ってるんだけど、でもそんなに飛距離いらないのか、そもそもだけど。こんなもんでいけんじゃない？あ、いけなかった。やっぱある程度高さいるか。うん、でもこれ弱まっていっちゃうからね、これ早くやらないと。だから早めにつけるようにして、こうで右にダッシュ、 OK、 綺麗、素晴らしい。そして振り子チャレンジ。なんか分身出せるところがあるっぽいけど、これ下にもあるのか。あー、なるほどね。これ分身どっから出てくるんだろう。でこの分身に何をさせたいかっていう問題ですよね。多分左のスイッチを押させたいのかな。なのでどうしよう、この上に乗っけとこうか、とりあえず。で多分一周するぐらい勢いつけさせるってことかな、多分そうっぽい。あ、でもこっち側から押せないや、なぜならトゲがついている、そこに。よし、いけ。思うツボみたいな死に方しちゃった。それどうにか早く対処しなきゃいけないよなって思ったけど、やられたわ。一周して戻ってきた、トゲにやられてる。つまりどういうこと、どういう、あー、ここがまず難しいな。どういうスキルが、どういう位置取りが、どういう求められてるかっていうと、まあこれは合ってんだよな。でこれを流す、上に流していくのも合ってるはず。これ一回ちょっと置いてみて、でよっ、よし、でここで、よし、来た、うまい。ドア開いた。でそしたらもう分身は、まあ、なくてもいいから、よっ、ちょっとつないどいて、よし。であそこのメイン一番押して、あぶね、ドアじゃなくて当たるところだった。でこれぐらいの振りでもういけるでしょ、これ。はい、お、起動した、起動した。でそこの上に行くために、うわー難しい、これミスったら最初からかな、そんな気がする。その上に行くためにちょっとこれ振らなきゃいけないんだ。よっ、もうちょっとがっつり振りたいけど、下がトゲだからな。え、これいけるか。あ、下手くそ。あー、やばい。あ、よかった、開いたところからだ、許してくれた。よし、これ戻ってきたところ打てばいけるはず。で僕それ乗らなきゃいけないから、乗らせてもらって、あ、オッケーオッケー、乗った乗った。でよいしょー、オンにできました。てかトゲ刺さってると思うけどな、下に落ちた時。大丈夫か。とりあえず4つ目のパワーオンにしました。結構長くなるかなと思ったけど、意外とスイッチがそれぞれ近くにあってよかったですね。そしてカフカ状態を起こしてゲートを開きました。もうはなぜかここにワープしてます。ていうか左上に器ある、なんてこった、取らなきゃな。届くか、やば、あいたいたいた、よしよし、ナイスナイス、あぶねー。アスカ、今日はいろいろ教えてくれてありがとう。さっきのすごい理論はグリーンベル所長から着想を得たのね。所長みんなに対してすごく良くしてくれる。確かに少し近づきづらいところあるけれども、それでも研究に関してでも細かなことにしても全てにおいて彼の気遣いが感じられる。まあグリーンベル所長のことは信頼してたっていう感じの描写ですかね。よいしょ、体力ももうちょっとで6個目になりそうだ。それではさっきのところまで戻りましょう。近道とか多分ないよな。あ、でもそこが開いてるっていう可能性はあるぞ。この左下、ほら、開いてる開いてる。多分こっからさっと帰れる。おー、いいですね。随分派手にやってしまったね。君がやってみてって言ったんだけどね、そもそもの話。あ、でっかい槍だ。またあいつだ。かぶとかぶってる。大丈夫だ。
大したことないでしょ。今の君なら負けない。キングオブインハビタント。あれボス、あいつが隙を見せた時よ、アタック、そこを狙って反撃しよう。いつ隙見せんのこれ。そう今だよ、もう今だよ。だって、あ、何回もアタックしていいの。なるほど、赤いオーラが出てるときは無理なのか。あぶねえ、戦士だ戦士。でそれ直下してくるやつね。でまっすぐ、まっすぐね。でそしたら疲れる感じ。よいしょよいしょ、 OK。 パターンは4だぞ。4だけど当たってます。あやべ、斜め上にも飛んでくるやつある。なるほど、その何回か繰り返。あれちょっと待って、ダッシュできな、ジャンプできなくなった。なんてことだ。で降りてくる。ジャンプできなくなったのは僕がちゃんとキーを押せてなかったからです。なんと悲しいことに。こっちに戻んのか。 OK、 アタック、アタック。まあ3分の1ぐらい削れてるけどな。まあでもこれでこの体力が削れたからって。あれちょっと待って、ジャンプできなくなる時あるな。なんだ不思議だ。あこれ、なるほど、わかりました。僕はキー入れてないんだ、方向キー。3回目の攻撃だけどかなりギリギリだな。体力とかが、主に体力とかがギリギリです。あと1回回復しないと。これ当たると3メモリ削れる。よっ、よしよし、ナイス。あーやばい、3回やってきてる。あちょっとそれ避けないと。オッケー、斜め、お、よし、溜めた、素晴らしい。それを待ってたんだ。よいしょ、こいつに一撃を。はい、取り込みました。頭もいちゃって、あれすげえ剥がしてきた、強靭な精神力で。あ、もしかして最近流行りの第二形態ってやつ。違うわ。普通に落とされた。あの申請者のなんかリーダー的なやつと戦いましたね。そのまま落ちていきます。なんかやばそうな煙出てる、水辺に出たけど紫ですけど、めちゃくちゃ。あいつまだ床、おわ、え、なるほど、これ酸なのか、この紫の水自体が。なぜかこういう時左行っちゃうっていうね。これが前に言ってた推理説、ここは上からじゃないと出られないのか。ちょっと待って、逆にこれ右何があるのか。他に上へ行ける道がないか探すしかなさそうだね。 OK、 それはいいんだけど、左はこっちでいいけど、右何があったんだろうね。あ、いた。めちゃくちゃ気になるけど、まあいいや、とりあえず進もう。まあ、どうせ行かなきゃいけないんだったら、行くことにはなるでしょう、きっと。ちょっと何言ってるか分かんないけど。よし、行け。ん？あ、いつぞや見た変なカンカンだ。なんか落とした方が良さそうだな。落としてみるか。ん？なんだ？このカンカンにどんな意味があるんだ？よくわからん。とりあえず水出してみる。なるほど。そのカンカンを調整しなきゃいけなかったかな？登らせなきゃいけなかったかも。なるほどね。わかりました。やってみよう。排水と注水をやってくれてる。まあこれ、右に、はい、こうやって入れとかなきゃいけないんだね。OK。つまり、それそっちも、あー、でもこの状態でそこ、左にシュートできんのかな？できると思う？あ、あ、あ、なんかできそう。いけいけ。いけ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 。いけ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 。無駄な時間な気がする。よし。なので、自分で、ちゃんと成功法でいきましょう。よし。そしたら、このレーザーは耐えられるんだね、このカンカン。どういう素材なのかわかんないけど。よし、それで左側も注水すれば、スイッチが2つ、つくという算段よ。OK! あ、これもまたいろんなマップ行く感じだ。あ、ほら、なんか左下にちょっとしたマップが書いてある。
今左下のルート行ったってことだね。なるほど、排水されてるのか、綺麗な水が注水されてるっぽいですね。ちょっと浄化された。あ、次は右行ってくださいよってことか。オッケー、じゃあこっから戻るよ。これ戻るのもちょっとだけ大変なんじゃないかって思うけど、壁潰してくるしね。まあいいや、とりあえず戻ろう。水がきれいになった、やったね。泳いでも大丈夫そう。ジャブジャブ。ということで右のルート行きます。あー、パイプか。オッケー、パイプの要素をちょっと忘れかけてたな。そういえば入れるんだったみたいな。おっと、なんかお魚がいるよ。危ないよ。よっ。なのでこっち側でも何かしらのスイッチを押せばまた注水されて、あ、ここか。ここがマップなのね。ここを水いっぱいできればあの植物を避けて上まで行けるよ。なるほどね。さっきすでにバルブの一つを開けたからあと3つ残ってる。そのパターン、急にその、あ、やば、急にその4つね、スイッチ入れるタイプの流れを押し付けてくるな。ベルトコンベアだ、危ない、死んでるし。あー、しかもこれ、なるほど、一発でクリアしないとまずそうだぞ。うん、でもこれはまあそんなにベルトコンベアのスピードが速くないから大変じゃないとは思うけど、でもこ、あ、逆回りしてる。でもちょっと怖いよね。出てるのは上からか。 OK、なんか下にムービー付きのやつがいるけど、ちょっと待って、これ移動、なるほど、移動どうやってやろうかな。当たるんじゃないそれ。ほら当たるよね、分かってた。ちょっとこれ移動どうしたらいいかな。ここにいたくないときは、あ、なるほど、乗ってないと動かないのか、もうが。そういう仕組みか。つまり、あっ、グダグダしてるけど、つまりビーってなったときにちょっと置いてもらって、で僕はどっちかっていうとこっちに行っときたい。これはギリ生き残れるか。でこのまま回ってもらって、でこれもなんかちょっと危ない感じするんだけど、あ、ちょっと待って、上、なるほど、危ない、下からになってるビームが。ちょっと、あ、惜しい。操作ミスつらい。よし、いけたかな。いやー、結構こう難しい仕掛けだったなこれ。で押すと水が解放されて、そのレーザーも消えてくれるのかな、なんか都合のいいことに。お、消えてくれた、本当に。映像は見ておこう。うん、んー、デュラ必要、もっともっと多い水、開く空の人が残った水。うわー、ちぎれてる、赤い光、上乗らないと、頑張れ。うわー、デストラップだ、赤い光、死、できない、できない、離れる、やめろー、それ以上は。なんか悲しくなってきたよこの映像。普通に開けなければいけない浄水、あら、サスケ経験者じゃなかったばっかりに。うわー、死体の山が、そういうことなのか。こういう情景に、なんていうかストーリーがあったんだよっていう風に見せてくるのはなんか上手だなって思うけどな。よっ、なるほどね、逆回転だと大変難しくなるというコンベアですね。速度が遅かろうが速かろうが。いや、速かったらもっと難しいわけだけど。よいしょ、抜けろ抜けろ、よし、抜けました。じゃあ別ルート行きましょう。右上かな次は。赤くなってる。これ右上から行こう。左上から行きたくなるところ、右上から行きます。よいしょ、シュッシュッ、ダッシュダッシュ。またこのブロック使った仕掛けかな。まあ、まずこれね、どういうことしなきゃいけないかを考える。レーザーが消える、これ押すと
水が減る。なるほど。とりあえずこれを、あ、お、それを、そうそうそう、ちょっとそっちにやっといてみて。あれ、なんか行き過ぎてる気がするな。いや、このブロックが必要なのか。なるほど。そのブロックをどこに置かなきゃいけないかっていうとちょっとわかんないけど、とりあえずそこ、あ、これ無理だな。でもそのくぼみにこのブロックを、カンカンを入れなきゃいけないんだ。よいしょ。だから一回ちょっと水位上げてもらわないと困るな。よし、カンカンを置くことに成功しました。で、そしたらどうするかっていうと、一旦これブロックはこっちに寄せとこうかな。で、排水してもらって、そのまま右に寄せていく。で、そしたら浮いてスイッチオンですよね。 OK。 うん、これでブロックがスイッチを押してくれるはずって思ったけど、違う、中にカンカン入れるんだこれ。なるほど、こうか、こうか、こうなのか。あれ、ブロックの意味、ブロックの意味、ブロックはここで使うんだ。そもそもやっぱりカンカンだったのか。なるほどね。ブロックここに必要、必要か。あ、あ、ひどい当たり方。あ、でも行ったことになってる。優しい慈悲をいただきました。あ、と思ったら隠しエリア発見。たまたまだけど、今の完全に彼らにまた何か新しい進展があったみたい。うん、必ず彼らより早く完成させるから、シリウス。ここ最近本当にお疲れ様。あなたがいてくれてよかった。体力アップ。モーの器が5になりました。アケラがね。で、器を1つ獲得してついに体力7つ目です。うん、最終的にどれぐらい伸びるんだろうな。それもちょっと気になるところ。回転扉と毒水エリア。で、僕が乗ってないと動かないのか。あー、しかも体重かけてる方に回るってことね。